話題、サッカードイツ戦でゴール決めそうな選手。アッサーの定期、浅野定期、ハバーツ師匠。アッサーのはそもそも出れるのか問題あるけど、どうせ上田、浅野やぞ。それか前田、浅野。結果だけ見れば今季3試合2点や下押し分ないからな。南井の滝は落選なんだ。マジで意味わからんねんけど、なんで今まで不調の南野を10番にしてたのに超絶絶好調の南野呼ばないん？正直代表でまた安定しない使われ方で調子落とすよりモナコで会う監督と練習してた方がいい気もするわ。スタメンは確定で鎌田やし、4年後を考えて南の4番言うてるけど4年後でも32やぞ。プレースタイル的にまだまだやれるやろ。今のドイツのエースって誰やねん。ゲッチェかロイスか。なんか余裕ムード出てるし普通に負けそう。